カブリラ。カブリラは、アメリカ海軍の潜水艦。バラオ級の一隻。艦名はスペイン語で、裸を表す、総称の一つ、カブリラにちなむ。特に、大西洋における裸姫鈴木族のタイプ種である、コンバーの学名、種ョ名は、この総称に由来する。ただし、アメリカ公文書が、生息海域の一つに挙げている、カリフォルニア沖には、 コンバーは生息していない。カブリラは1942年8月18日にメイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港する。1942年12月24日にエルビーコムズ夫人によって浸水し、艦長ダグラスティー・ハモンド中佐、アナポリス1931年の指揮下1943年5月24日に収益。 太平洋艦隊に配属され、8月30日に真珠湾に到着した。9月12日、カブリラは最初の紹介でフィリピン方面に向かった。9月24日、カブリラは父島近海に接近しつつあった。その時、潜水部隊司令部から日本の空母2隻が付近を通過するので迎撃せよとの指令が入り、カブリラは空母を待ち伏せることとした。 夜が明ける頃、カブリラはの父島の北東海域で、トラック諸島から横須賀に向かっていた2隻の空母大高と、沖高、護衛の駆逐艦島風を発見した。カブリラは、艦首発射艦からの魚雷を大高に向きを変えて、艦尾発射艦からの魚雷を、沖高に向けてそれぞれ発射するよう接敵し、大高に900メートルまで接近して、魚雷を6本発射した。しかし、 艦備発射艦からの第二撃は島風が接近してきたので断念した。魚雷は六本全部が大鷹に命中した。しかし、爆発したのは艦備に命中した一本のみで、残る五本はすべて不発に終わった。大鷹は、艦備への魚雷の命中で、スクリューと火事が吹き飛んだので、航行不能に陥り、手追いの大鷹は、大き高に栄光されていった。カブリラは大鷹に止めを刺すべく追跡したが、 島風の反撃と悪天候の影響で大鷹と大きを見失ってしまった。再びフィリピン方面に進路を取ったカブリラは10月20日にネグロス島沖でア IA ビラマをリーダーとする4名のフィリピン人ゲリラを収容した。11月6日、カブリラは54日間の行動を終えてフリーマントルに帰島した。12月1日、 カブリラは2回目の紹介で南シナ海に向かった。12月18日、カブリラはおおよそのタイランド湾に嫌いを付せつした。その後は日本本土とシンガポール間の輸送路を紹介。1944年1月4日、カブリラはインドシナ半島三弱沖で第8多門丸、8馬汽船2704トンを撃沈した。1月23日、 カブリラは52日間の行動を終えてフリーマントルに帰島。艦長がウィリアム・シー・トンプソン・ジュニア、アナポリス1935年組に変わった。3月6日、カブリラは3回目の紹介で済んだ海峡方面に向かった。この方面では、クラカタウ近海を中心に紹介し、幾度となく敵船を発見したものの、一度しか攻撃の機会を得られず、 戦果を上げることできなかった。4月12日、カブリラは56日間の行動を終えて、フリーマントルに帰投した。5月6日、カブリラは4回目の紹介で、セレベス海方面に向かった。5月26日夕刻、カブリラは、セレベス島、マナド近海で、ハルマヘラ島に向かっていた、元特設水上規模艦山陽丸、大阪商船。 8365トンを発見。カブリラは魚雷を6本発射し、うち2本が山陽丸の右辺に命中し、山陽丸は船首を上にして沈没していった。カブリラは相手を山陽丸と正しく認識していた。6月3日と6月4日にはスクーナーを重砲撃で破壊した。6月9日、カブリラは34日間の行動を終えて、 フリーマントルに帰投した。7月3日、カブリラは5回目の紹介で、南シナ海、ツール海に向かった。7月17日未明、カブリラはのサンボアンガ北方海域で、マニラからサンボアンガに向かっていた C124、船団を発見し、陸軍輸送船マヤマル、東亜海運、3145トンを撃沈。他の輸送船にも、巨雷を命中させて撃破した。 8月19日、カブリラは47日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島した。9月13日、カブリラは6回目の紹介で、南シナ海に向かった。カブリラは、ルソン島近海林外湾港で、ミリから高尾に向かっていた、ミマ11船団を発見した。同船団は当初マニラに入港する予定であったが、マニラ方面の状況が不安定なため入港先が、 変わったものであった。カブリラは悪天候をものともせず、の地点で、まずタンカー随曜丸、日東汽船、7385トンを撃沈。1時間ほど経ってからタンカー朝引くに丸、飯野海運、1五5 9トンも撃沈した。今11船団の残存船は、カブリラの攻撃を受けた後、北サンフェルナンドに逃げ込み、後続のまた28船団と合流して、 改めて高尾に向かうこととなった。しかし、これらの行動は、カブリラには察知されており、カブリラは、また28船団が出港してくるところを待ち伏せた。10月6日、カブリラはの地点で、また28船団を迎え撃ち、タンカー第2三水丸、山下汽船、5154トンに魚雷を3本、命中させ、第2三水丸は降沈。ついで陸軍輸送船北礼丸。 東亜海運2407トンにも魚雷を命中させて撃沈した。翌10月7日にも海軍徴用戦第8の広丸対抗商船、1960トンを撃沈した。10月25日、カブリラは43日間の行動を終えて真珠湾に帰島。艦長がヘンリーシール・アーマンアナポリス1938年組に変わり、カブリラは ベスレヘムスチールに開口されて、オーバーホールに入った。カブリラは1945年2月24日に、真珠湾に戻ってきた。3月20日、カブリラは7回目の紹介で、千島列島、日本近海に向かった。紹介は悪天候の中で行われ、知り崎近海まで紹介したが、この頃には、 めぼしい日本の感染を見ることは少なくなっていったが、それでも機会を捉えては攻撃を仕掛けた。しかし、戦果はなかった。5月7日、カブリラは、カブリラは48日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。6月3日、カブリラは8回目の紹介で、日本近海、ルソン海峡方面に向かった。カブリラは、サイパン島からは、シルバーサイズ。 クイルバックとしばらく共に航行した後、バタン諸島、セイサ諸島に進路を向けた。この紹介では空襲したパイロットの援護任務が主であり、船は漁船団以外はあまり見るものはなかった。8月3日、カブリラは58日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島した。カブリラは8月31日にフリーマントルを出港し、帰国の途に着いた。 フィラデルフィアでのオーバーホールも、1946年2月19日から3月17日まで、パナマ運河地帯で訓練に従事した後、フィラデルフィアで不活性化オーバーホールが行われることとなった。カブリラは1946年8月7日に、ニューロンドン海軍潜水艦基地で予備役となり、大西洋予備役艦隊入りした。その後、 カブリラは1962年に最終駅し、ギース -228 実験潜水艦に艦種変更される。数年間の活動後、1968年6月30日に退役し、同日除籍された。カブリラは博物館船としてテキサス州ガルベストンのシー・ウルフ・パークで公開されたが、公開のための不当の整備の遅れ及び状態の悪化により、 シーウルフパークの主催者は、カブリラをガー級潜水艦のカバラと交換することを決定した。カブリラは1971年1月に海軍に返却され、海軍は1972年4月にカブリラをスクラップとして売却した。カブリラは第二次世界大戦の先行で6個の従軍聖賞を受賞した。8回の紹介のうち6回が成功として記録された。 カブリラは合計38,767トンの鑑定を撃沈した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。